こんばんは、エルアンレフチャンネルです。今日はですね、望月いそこさんが今日は大竹まことゴールデンラジオに出ましたので、皆さんも聞いていただけたらと思うんですけれども、まあ、ラジコとかでも聞けるんですが、このひろゆきさんの話をしたんですよね。はい。で、今ちょっとね、まあ炎上の騒ぎにまあちょこっとなってますのが、辺野古の基地に行って、まあ、写真を撮ったっていう例の話ですね。これは私の動画とか見ていただいたらいいと思うんですけど、このひろゆきさんなんですけれども、いろいろ望月さんが、まあ、調べたんですよね。で、まあ、彼のことはですね。はい。で、まあ、私も実はちょっと知り合いとかからちらちら聞いてたんですけど、2002年から2007年の時に、それぐらいに、まあ、裁判を随分、まあ、裁判による申し立てを受けてるんですね、この方。で、これは2チャンネルの創設者として有名ですけれども、この方は随分申し立てられているんですけれども、で、裁判で敗訴しているんですが、その申し立て、敗訴した、まあ、決まりました、いろんな慰謝料や損害金といったものを払ってないということなんですね。はい。でですね、まあ、なんか、アベマ TV では橋下徹さんとひろゆきさんの、なんか、まあ、対談というか、またいつものね、議論をする場で、まあ、橋下徹さんからも言われたようなんですけれど、まあ、プロバイダー制限責任法っていうのがあるようなんですよね。で、まあ、やはり、まあ、掲示板なんかで誹謗中傷された方が、そういうのをもう削除してくださいというような誹謗中傷などのようなことを、それを、まあ、創設者である方に、まあ、ひろゆきさんに、言っているんですが、まあ、聞いてもらえないと、まあ、無視されていると。それで、裁判を、まあ、したりしているんですが、そういったようなことで、今言ったプロバイダー制限責任法というのがあるんですけれども、まあ、そういったことを、まあ、無視していたわけですね、彼はずっと。で、なんか読売新聞に、2007年の読売新聞に載ったのが、それまあ少なくともというか43件ぐらい、あって、ひろゆき氏は敗訴をしているんですが、それがまあ総額4億円ぐらいだということなんですね。賠償というか損害金、慰謝料といったものですね。で、ずっとそれが、まあ、今は膨らみまして、30億ぐらいに現在なってるようだということなんですね。で、これなんかご本人が言ってたらしいんですけど、この支払いを、する気はないようなんですね。で、支払いを踏み倒して、まあ、いるんだけど、支払うのはバカバカしいと言ってるようで、で、死刑にならなければ、なるとかでもなければ、そういうことがあればしますけど、みたいなことを言って、てたようなんですね。まあ、すごい発言ですよね。で、その、ご本人の YouTube の中でも、まあ、借金がある方の相談に乗るときに、借金をそれを踏み倒せばいいとか、言ってるようで、そのなんか、まあ、法的にそれを、まあ、なんというか、まあ、銀行とか差し押さえられないようにする方法なんかを教えているようなんですよね。で、これ若、まあ、若者の方にすごく影響力があるそうなんですけど、ちょっと信じられないなと言いますか。で、まあ、本当に、そしてこのプロバイダー、責任制限法、制限責任法というのが、まあ、2020年に改正されているようなんですね。で、やっぱり、これは民事の訴訟なんですけど、これ無視をしていると、まあ、刑事裁判になるらしいんですよね。
刑事責任が生まれるようなことだそうです。まあちょっとかいつまんでお話ししたんですけど、そういうことで、まあすごい借、まああの借金をと言いますか、ねえ、ちょっと、まあそうやって訴えられていて、まあ敗訴になっているのに、まあそういう感じでやっていらっしゃるっていうことで、まあ私も大変驚きました。これ望月さんが今日話したことを簡単にお話ししたんですけど、まあ、詳しくは今日の10月、13日の大竹まことゴールデンラジオを聞けば、わかるんではないかなと思います。はい。それではまた視聴してください。チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。まあちょっとこれ聞くと少し気の毒な感じもするんですけれども、まあ、でもやっぱりそのね、まあ消してほしいんだと、誹謗中傷を、自分のことを誹謗中傷されてるから消してほしいと言ってる方々のことを無視して、でそれで、まあ、ある程度今いろんなところに出ていらっしゃって、ある程度稼ぎがあるはずなのに、全く無視をしているという状態らしくて、まあちょっとそれはどうなのかなっていう気が私はするんですね。まあそれちょっとね、多額のあれで、まあ少し気の毒な感じもしなくもないんですけど、ただ稼ぎもいいはずだということで、まあおっしゃっておられました。ということで、また聞いてくださいね。